はい、カメラマンの横山です。お疲れ様です。なんかね、やっぱコロナウイルスの影響でちょっとイベントの撮影とかがちょっとキャンセルになった案件っていうのも若干あったりして、まあカメラマンちょっとなんかいろいろね、職種によっては厳しいかなっていう感じもしてきましたけど、私の場合はね、あの物撮りとかも結構やってますので、あの割とその辺の影響は少なかったかなと思いますね。はい、まあその話はどうでもいいんですけど、今回はこちらにあるちょっとね、菜の花と夜空の写真を仕上げてみたいかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、でこちらの写真、ちょっと私が撮った写真ではなくて、あの健康トキナっていうメーカーさんありますよね。はい、そちらのチーフデモンストレーター田原栄一さんという方が撮られた写真になります。はい、で田原さんはあの YouTube チャンネルを持ってますので、あのそちらにね、撮影編の方はこの写真がね、あのどういう状況でどういう機材を使って撮られたかっていうのは公開されてます。でこちら下のね、あの概要欄の方にこれリンクを貼っておきますので、撮影編の方はそちらをご覧いただければと思います。はい、でそんな田原さんが撮られた写真なんですけども、まあこちらになりますよね。で夜空があって、これ星座があるんですけども、あの下に菜の花、土手に菜の花も咲いてて、この2つをね、なんとか両立できないかなということで、これ横山さんだったらどういう風に仕上げますかということで送ってきていただいたデータになります。でちょっと2種類送ってきていただいてて、で片方はこういうね、あのものなんですけども、もう片方はこちらですね、クロスフィルターを使って、あの少し起点がね、星がこういう風に十字にクロスになった写真になってます。で今回2枚あるうち、こちらの写真をね、ちょっと仕上げてみたいかなと思います。それではやってみたいと思います。はい、で多分ね、撮影時に、まあ、できるだけやっぱ菜の花の黄色をちょっと生かしたいなということで、少しできるだけね、白く飛ばないようにギリギリ露出は大場面に撮ってるのかなと思います。でそうするとやっぱ空の高いところの暗さっていうのも明るくなってきちゃうので、なかなか星が目立ってこないですよね。なので露出を少しですね、暗くしてあげて、まあこんな感じかな。はい、で露出のなんか決めどころなんですけども、空の高いところから地平線の明るいところですね。はい、でこちらのグラデーションが割とこう綺麗につながってくるところですね。まあこれぐらいかなと思いますね。はい、だんだん明るくなって、でここは白飛びしないっていうところに、ちょっと今回は露出のポイントをちょっと落ち着けたいかなと思います。はい、でそうするとこの手前のね、菜の花ですよね、それはやっぱ最初より暗くなっちゃうんですけど、ここは後からね、ちょっと仕上げてみたいかなと思います。はい、で次にホワイトバランスなんですけども、これね、多分田原さんの動画見たら、ホワイトバランスはこれ太陽光で撮ってるのかな。はい、で太陽光で撮ると、あの割とこう見た目に忠実には映るんですけども、少しもう少し夜空のね、クリアな感じっていうのを出してみたいなということで、こちらですね、色温度を少し青い方向へ調整して、まあ空の青さっていうのを出してあげたいかなと思います。はい、でここでね、この写真に限っていう調整のポイントなんですけども、この写真、あの完全なあの星系写真って言われている星の写真ではなくて、なんかいろんな要素が入った写真ですよね。で一つが夜空の青さですよね、クリアな夜空の、この辺の感じっていうのがあります。でもう一つは手前の菜の花で、もう一つはこの川の向こうに見える街の明かりですよね。はい、でこのね、街の明かりがホワイトバランスは青くしすぎちゃうとちょっと白っぽくなってきちゃうんですよね。でなんかこの辺の街の明かりを少し赤みを残してあげることで、なんかね、少し暖かさっていうのを少し残してあげた方がこの写真の場合はいいのかなと思います。なんかイメージ的には、あの星系写真でもあり風景写真でもあるんですけど、なんか街を入れたスナップ写真的なね、あの感じの仕上げ方の方がこの写真の場合は合うかなと個人的には思います。はい、こんな感じでちょっと色調を決めてみました。ポイントはあんまり
こういうふうに街の明かりが白っぽくなりすぎないところを探して、ちょっとほんのり赤みがね出るところの方が、なんか街の温かさっていうのが残るかなと思います。はい。でここでもう少しね夜空を暗くしてあげたいということで、部分補正ツールっていうのがありますよね。こちら部分補正ツールで、これをクリックすると部分補正ツールのこういうパネルが出てきますよね。はい。その中にあるこの段階補正フィルターっていうのがあります。はい。こちらをクリックすると画面上にこの3本の線が出てきますね。はい。でこの真ん中の線を中心にここから上に補正効果がかかりますよと。で部分補正ツールは、まあ、何度か紹介している通り、画面の中で水平とか垂直に分割されたエリアに対して補正効果がかかるものです。はい。ですので、ここで段階補正フィルターのこの真ん中の点を持って動かすことができるんですけど、こう動かしてきて、まあ、水平線ぐらいの位置にね、ちょっと真ん中の線を置いてみます。で少し今回はグラデーションの幅をこういうふうに広く取ってあげて、こんな感じですかね。でこの真ん中の線から上に対して少しこういうふうに暗く補正していくといいかなと思いますね。であんまり暗く補正しすぎると星までねこういうふうに暗くなっちゃうので、まあ若干やっぱ空にね濃度が出てくるぐらいまで暗くしてあげればいいのかなと思います。こんな感じですね。調整前、調整後、こんな感じですかね。はい。で、これで星は暗くなったんですけども、ちょっとね、露出マイナス 0.8 した分、もともと撮影時の状態よりも、こう菜の花がね、ちょっと黄色が暗く濁っちゃいましたよね。はい。で、こちらもちょっと部分補正で、この菜の花の部分を明るくしてみたいと思います。はい。部分補正ツールの中の、今回はね、ブラシっていう塗った部分に効果がかかる部分補正ツールを使いたいと思います。はい。こちらをクリックすると、マウスのカーソルがこういうふうに二重丸になります。で、ちょっとブラシサイズをこう絵柄に合わせてちょっと大きめに取ってあげて、こうね、土手の部分を少しこういう風に塗ってあげます。こんな感じで。で、この辺の堤防の部分も少し塗ってあげます。はい、こんな感じですかね。で、手前の部分明るくなりましたよね。で、ここ明度っていうスライダーがあるんで、ここでね、明るさを暗くしたり、明るくしたりすることができます。はい。で、少しね、なんかこの辺の土手と、この空の境界線のところに少しはみ出て白っぽくなっちゃう部分が出てきてますので、こちらは消しゴム、ね、部分補正ツールの補正エリアを消す消しゴムがあります。はい、こちらをクリックして、ちょっとはみ出ちゃった部分は少しこういうふうに削ってね、消してあげれば、はい、割とこういうふうに自然に仕上がるかなと思います。で、明るさなんですけども、まあ、極端に明るくするとこんな感じにね明るくなるんですけども、やっぱね主役はやっぱり夜空なのかな多分ね。でこの脇役として菜の花がいるって感じの方がこの写真いいかなと思います。でリアルにね手前は少し暗いと思いますので、はい、こんな感じかな。少し黄色がね雰囲気残るぐらいまで。でこれ長時間露光で菜の花はちょっとぶらして、撮ってあるので、あんまりはっきりさせなくてもいいのかなっていう気はしてますよね。はい、こんな感じで、大体仕上がってきたかなと思います。はい。で、最後に、ちょっとね、このカラー、絵の具のマークありますよね。はい、こちらをクリックして、再度、鮮やかさを少し強調してあげたいかなと思いますね。でもどうしても暗いところって発色が弱くなっちゃいますよね。なんか物体って光を反射して色を表現してますので、やっぱ光の弱いところっていうのはどうしてもサイドがね長時間露光をかけても少し弱くなるケースっていうのが出てきますので、
まあ、こんな写真の場合は少し鮮やかさ、これぐらいかな、鮮やかにしてあげればいいかなと思います。はい、これで、調整前調整後を見るとこんな感じですね。調整前調整後、こんな感じの写真に仕上がりましたよってことになります。で、ポイントは3つあって、1つは空を暗くしてあげることで、この星ですね、星座の部分を少し引き立ててあげたいなっていうのが一つあります。で、もう一つがこの手前にある菜の花、こちらが脇役に回ってくれるぐらいまでちょっと明るくね、調節してあげればいいのかなと思います。で、もう一つ色調は、街の明かりですね、こちらの赤みを残すぐらいまでちょっと青く調整してあげるという調整をしました。今回はこの3つに気をつけて、調整前調整後ということでやってみました。いかがですかね、田原さん。こんな感じで、気に入っていただけたら嬉しいかなと思います。はい、で、やっぱね、自分のローデータ、自分の撮影したね写真だけでいろいろ機能とかね、使い方紹介したりすると、どうしてもやっぱ作風が偏っちゃうというかね、絵柄も好みとかありますので、結構偏っちゃうかなっていう気はしますよね。で、まあ、たまにはこういう誰かが撮ったローデータっていうのもね、まあ、私なりに現像してみるのも面白いかなと思いますね。なんか、これをね、ご覧いただいている視聴者の方ですね。はい、そちらからも、なんか、このローデータ現像してほしいってやつがあったら、ちょっと募集してみるのも、企画ね、立ててみるのも一つ面白いかなと思ってます。またその時にはね、ちょっとご案内させていただきたいと思いますので、その時にはね、ぜひ参加していただければと思います。はい、今回は、夜空と菜の花の、風景写真ですね。はい、こちらを仕上げてみるということで、やってみました。で、この写真撮ったね、チーフデモンストレーター健康ときなの田原さんのチャンネルは、もう一度、この下のね、概要欄に URL を、リンクを貼り付けておきますので、そちらをご覧いただければと思います。はい、今回もご視聴ありがとうございました。